6月3日木曜日、おはようございます。モタシテープ株式会社代表取締役のモタシです。今日は、当社の工場にあるクリル、糸を乗せる重機について説明していきます。このクリルなんですけど、この遠州地方、こちらの地方ではこのクリルに糸を乗せて、そのまま今度中間機、テンションを張る、機械の方にこう糸を持っていくんですけど、北陸方面とかまた別のエリアの方、世界中見ても最初にこのクリルに乗せた糸を次にミシン あのボビンの大きいやつみたいなのにこう巻き分けて、それから機械に入れるというスタイルを取っているところが多いかと思うんですが、当社ではこのクリルというところに糸を乗せて、そのまま、中間機の方に持っていくスタイルを取っています。でこのパーツなんですけど、まずこちらが糸を、最初に通す、瀬戸物のこのパーツ、軍艦ってこちらの方では呼ばれています。一般的にテンサーと言われているのかもしれないですけど、この遠州地方、特に当社ではこの軍艦というこの瀬戸物、このパーツのところに糸を通して、上にある金物、こちらで何枚か乗せることによってその張り具合を調整しています。でぐーっと持ってきて、さらにこの串と言われるところに糸を1本ずつ通していくことで、横にずっと並んでいる糸が絡まないように、持っていくことができますので、まずこの軍艦に通した後に今度この串に通して、で、そのまま機械の方に持っていくというスタイルをとっています。で、多いものでは500本ぐらい、ありますので、この軍艦通して串通すで絡まないように糸を運んでくる、これがすごい大事な、作業になりますので、仕掛けの作業をされる方はこの辺気をつけながらやられています。でもうこの瀬戸物を作っていただけるところが国内ほとんどないので、当社の方はこの型は持ってるんですけど、もう作るところっていうのが倒産してしまって、もう作れない状態では今あるんですけど、もし、私ども軍艦串の瀬戸物のものが作れるよっていう方がいらっしゃったら、お声掛け、もしくはご紹介いただけると助かります。はい、それでは今日は当社の、機械を織るための重機、クリルの説明でした。今日も一日頑張りましょう。